心や体の不調の本当の原因はここにありますアメリカの心理学の父であるウィリア,ィリアム・ジェームズは潜在意識の中には世界を動かす力があると言っています潜在意識は無限で知性底なき知恵と一つなのです 潜在意識は、潜める泉から需要を受け生命の法則と呼ばれていますあなたが潜在意識に刻み込んだことは何であれ潜在意識は天を動かし地を揺るがしてでも実現させるでしょうですからあなたは 潜在意識には正しい考えと積極的な思想を刻み込まなければなりません。この世の中にこれほど多くの混乱と悲惨があるのは人々が意識する心と潜在意識の相互作用を 理解していないからです。両者の原理が一致して調和し平和にまた同時に働くならばあなたは健康と幸福と平和と喜びを得ることでしょう。意識する心と 潜在意識とが調和して平和に働くならば病気も争いもないのです。ヘルメスの墓が大きな期待感と脅威を持って開かれたのは人々がその中には永遠の秘密が収められていると信じたからでした。 その秘密とは、内のごとく、また外も、上のごとく、また下も、というものでした。別の言葉で言えば、あなたの潜在意識に刻印されたものは何でも、空間という映写幕の上に表現されるのです。 モーゼもイザヤもキリストも釈迦もゾロアスターも老子もあらゆる時代の悟りを開いた預言者たちは皆同様に真理を語っています主観的に本当だと感じることは何でも 状態体験出来事として表現されます外的な動きと内的な動きは釣り合いが取れていなければなりません天におけるごとくあなたの心におけるごとくあなたの肉体と 環境においてもというわけですこれは生命の大法則です大自然のどこにも作用と反作用の法則が見いだされますこの二つは釣り合いが取れていなければなりませんそこから調和と 均衡が出てくるのです「あなたが生まれてこの世にあるのは生命の原理を自分を通じて律動的にまた調和的に流れさせるためです」「入ってくるものと出てゆくものは等しくなければなりません」 刻印と表出は等しくなければなりません。挫折とはすべて願望が満たされないことです。否定的に、破壊的に、邪念を込めて考えると、破壊的感情を生み、これは必ず、 出口を見つけずには起きませんこういう感情は否定的な性質のものであってしばしば凍傷心臓病緊張不安という形で表出されます。 あなたは今自分自身をどう思いどう感じていますかあなたの存在のどの部分もその考えを表しているのですあなたの活力肉体経済状態友人 社会的地位などはすべてあなたが自分自身をどう考えているかということの完全な投影なのです。これこそあなたの潜在意識に刻印されあ,あなたの生活のすべての面に表出されているものが真に 意味すするところなのです私たちは自分の抱いている否定的な考えによって自分自身を害しているのですあなたは怒ったり恐れたり嫉妬したり悩んだりしたために自分を傷つけたことが 何度あるでしょうかこれらはあなたの潜在意識に入る毒ですあなたはこんな否定的な態度を持って生まれてきたわけではありませんあなたの潜在意識には生命を与えるような考えを 養分として注いでやりましょうそうすれば潜在意識の中に入り込んだ否定的な形をすべて根こそぎにすることができますこういうことを続けていくと過去はすべて現れてもう何も 思い出さ,く出さなくなります。